はこちら。いやこちらガンガンガン、いや違う違うガン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 が多い、もうガンガン伝言ゲーム。音楽の流れてるヘッドホンを使ってですね、まあ、あのすごい爆音流れてるんですね、うん、でその爆音を流れてる時に僕らが何を放ったか、口の動き、うん、そう口の動きだけを口読っていうのかな、口の読む独身人、あそう独身術、独身術って相手の心を読むんじゃないの、独身術って独り身の、そっちの独身じゃないから独り身の術。まあ今ちょっと音漏れ聞こえるとは思うんですけど、こういう風にすごい爆音で聞いてるんですよ。なあレオくん、ね、分かって聞こえてない、バーカ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 。ちょっと待って、始める時って始める時って始める時こう2、1つ、あそうね、なんかすげえ焦ってた。3、2、1、メンソールライト、燃焼の燃焼の奥義、年長のお家。答えはですね、メンソールライトです。年長のお家ってなんだ。そんなに、そんな序盤から難しいのは使わないから。単語単語大事は、もう年長のお家って何。どうアメリカ人が猫カフェで猫アレルギーね。じゃあこれを、レオ君に出題したいと思います。じゃあ大沢さんよろしくお願いします。じゃあいきますね、いきます。3、2、1、アメリカ人が猫カフェで猫アレルギー。え何聞こえないよ。アメリカ人が猫カフェで猫アレルギーアホ的なんでなんでわかんない、青ネギが横浜で青ネギが横浜で、青ネギ横浜ポメラニアン。いや絶対嘘だろ、ポメラニアンってポメラニアンってなんだ、ボズが言ってないから。じゃあ言うで、アメリカ人が猫カフェで猫アレルギー、あアメリカ人がおお横浜でおなにわかんない。あのね、メガネがどんどん曇ってってんだけど、なんでなんでメガネ曇ってんの。え、なんでわかんないわかんない。はい、じゃあここまで終了。青柳が横浜で鳥アレルギーはい、正解はアメリカ人が猫カフェで猫アレルギーでした。でもなんか惜しい惜しい。3、2、1、ほい。ちっちゃい声。お母さんが桟橋お土産した。お米炊いた。はい終了。お母さんがイトーヨーカ堂で爆破したじゃないの。正解は、はい、お母さんが、あ、お母さんは合ってんだね、からくり屋敷でお米炊いた、うん、意味が分からないどういう状況じゃあいきますね、5秒前、4、3、2、1、カービィが健康ランドで野球をした。は健康ランド、ヤバンバが健康ランドで公園で野球をした。脱出ゲームした。なんて惜しいねんけどな。惜しい。ターザン。ターザン。ターザンが。健康ランドで。銀行で。違うな。カービィが。アーサー。アーサー。アーサーってなんで、なんで魔界村の あの主人公。アーブサ。何だ。何だ。何だ。はい終了。ターザンが、結婚式会場で、野球した。惜しい。惜しいの？正解は。カービィが。カービィ。健康ランドで野球をした。野球をした。ああ惜しい。乾電池が。乾電池を鼻の穴に
Going my way 乾電池を鼻の中に Going my way で乾電池が鼻の中に Going my way 鼻の中にアンボアバーいやいやアンボアバーお前思いついた言葉を言うなよアンボアバーって何やねん Going my way コボコボコボ言葉やってねえかよこれコボコボコボってなんだ乾電池をアジサイの鼻の中に花言葉は Going my way おいおいえわかるわけねえだろ花って言葉とウェイがウェイねあーよかっためっちゃ面白かったアイチャンネル登録よろしくじゃねーめっちゃおもろいやんこれ